お世話になってます。というわけで今日は浜名湖来ました。死ぬ釣ります。まあまあもうポコンと出してそれが出えへんねんて去年惨敗してるかな。去年惨敗しましたね。なのでちょっと去年の苦い思い出を雪辱を晴らしにね浜名湖にやってまいりました。本当に川の河口で入信のところにもしもししてますね。まあ時間も時間なんで早速やっていきますか。今日はもうはいポッパーでねポコポコやってみたいと。あ水が冷たい水冷たいね。ポコンポコンポコン、こんな感じでいいのかな。うわ、あ、いる。あれ、そうじゃない。今つけてんのがリスクベイト。こういうね、竿先ちょん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 してドッグウォークさせる。このね、リスクベイトね、もう誰でも簡単にこのドッグウォークが綺麗にできるんですよ、これ。というわけでポイント移動してまいりました。ちょっとね、昨年度実績を出したこのチヌコロバイブを投入してみたいと思います。すごいあそこわちゃわちゃしてますね。ベイトクマさんはトップ、私はボトム、そしてイクマさんは右に、私は左に。このチヌコロバイブ去年投げた感じめちゃくちゃ飛ぶんすよね。ベイトはすげーいますね。あれなんすかね。もう夏が来ますね。え？こう上がりますか？当たり。いや、何にもないです。とりあえずその角で。あ、2匹釣りました。釣った夢はね。クマさんが2匹釣った。よし。今日はこれで終わります。お疲れ様でした。はい。というわけでですね、車内に戻ってまいりました。クマさん、ちょっとピンチなんで、ある人に電話かけて。そうですね、テレフォンですね。テレフォン。あ、もしもし。あ、お世話になってます。ご無沙汰しております。お元気ですか。今スピーカーにしますね。生駒さんもいるんで。加山さん、スー君と一緒ですか。はい、今ちょうど、はい、撮影してました。お、お、はい、どうしたんですか。いやなんか元気かなと思って。そうです。ありがとうございます。今日撮影ですか。そうなんですよ、ちょっとたまたま撮影してたから何してるかなと思って電話してみようって話になって、ちょっとね、結論から言うと、はい、あ、まあ、浜名湖来てくんないかな。浜名湖今どこでしたっけ。どこで撮影したんですか。今まだ全然地元っすよ。静岡中部にいますね。静岡中部。はい、そっから1時間かからんすもんね。うん、まあそうですね。まあ、それを言われちゃうとそうですね。でもね、今日はあれなんですよ、チャリンコでちょっと撮影してて。チャリンコ、チャリンコもう何年もやってて初めて聞いたよ、その企画。実際問題、どういうことですか。その端的に言うと、はい、朝5時から浜名湖でチヌやってんだけど釣れないっていう今に至るってことです。なるほど、なるほど。一緒にチヌを攻略しようねってことですか。そうなんですよ、ね、このままだともうなかったことになっちゃうんで今日が。そうっすね。なるほどね、確かにね。まあじゃあもうやめてきましょう。やめやのかい。傷は浅いうちにみたいな。まあね、もちろんもちろんね、突然の電話で無理は言えないんで、なんかね、そう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 、僕らも行きます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 。マジですか。行きます行きます。本当に、いや本当無理してないですか。いやいやもう全然だって、佐野さんと生駒さんの頼みなんて僕ら断ったことないじゃないですか。一回も。一本ね、自動が取り終えて、はい、これから
だったんですよ、これから。これからどうするみたいなとこだったんで、マジで。もう、釣れちゃって。いや、もう今日ヒラメ出てるんで。あ、おすごいな。とりあえず、行きます、遊びに。ありがとうございます。お願いします。はーい。いやー、まさかまさか。本当に、もうワンチャンっていうかゼロチャンだと思ったけど、困った挙句に電話してしまったっていう感じです。というわけで合流します。はい、というわけで最終決戦の地に降り立ちました。昨年ここからですね、僕らのフェニックスヒストリーが始まりました。かの地です。最初からここ来ればいいんじゃないのっていうね、ご指摘もあろうかと思いますけれどもね、それはやっぱりちょっと違うんですよね。やっぱり切り札は最後に出てきて意味があるっていうね。なのでファイナルフェニックス行きたいと思います。ご存じない方のためにご説明しておきますと、ここでもう絶望の淵から星なしをね、情熱フェニックスっていうこの色で私が仕留め、その後ですね、もう一回来たんですけれども、イクマさんもここでナイスシーバスをねゲットして、無事動画のエンディングを迎えているという、僕らにとっては非常に由緒あるポイントでございますので、襟を正すじゃないですけど、ちょっとライジャケを正して整えてやっていきたいと思います。上空からの映像ではですね、目視でチヌの姿も確認しております。数体ね、いることは分かっていると、あとは釣るだけという状態まで来ております。よくぞ来てくれました。お願いします。お世話になっております。もうね、心が折れちゃってる。本当ですか。じゃあ釣れるポイント行きましょうよ。そうなんすか。釣れる方向なんで。そうなんすか。知ってるんで。マジですか。地元っすよ。あ、そうだったの。はい、地元の範囲広くね。静岡県地元なんで。焼津ローカルかと思ってたけど、この辺もあのカバーしてるのね、放送エリアは。カバーしてますね。アジア、あ、アジア圏にも放送している。いや、ほんと久しぶり、ね、心折れかけたこの時間帯に頼もしい2人が来てくれました。え、あ、あの一人ナレーション、ね、一人ナレーション。いや、もう必ずうちに見せるんで。おお、なんか今日すごいな、勢いが。まあ早速じゃあチヌ釣っていきましょうか。はいはい、ドラマこれから起こすんですよ、予感が。そうなんですよね。そうなんですよ、はい、それをやりたかったんですよね。見ときたい場所があるんですよね。へぇ、ね、去年結構バクった場所があって、はい、めちゃくちゃ釣ってましたね。そうですね、そこはあのボトム系でも釣れたんで。へぇ、そこはみんなで行きましょう。ここで一匹出せたらもう成立なん成立なんで。いやいや、今さ、5メートルぐらい投げて、ここ取って、で、この壁、最後こうなってるんで、ここ沿わせて上げてみてください。あ、もうここ、ワーム、あ、そうです、ゴリ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 って上げてくれば、ゴンゴンです。カニをイメージした動き。はい、クマさん、カニカニ、カニになったよ。もう、カニになりそう。あ、なった。この一投で、この一投で決めてください。今日朝5時からのファイトが報われるかどうかという重要な局面を迎えました。カニをイメージして、いいっすね、いいカニ、ナイスカニ。あ、手前来たか。今のところ当たりはない。さあ、午後の紅茶が赤く光っております。いやいやいや、それを外れてからのコロリですね。そうね、外れてからの駆け上がり、ちょっとステイ入れると、あ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 、なんか駆け上がってきちゃってる、もう。じゃあ行きましょう、移動です。あ、というわけで本当に本当の最終決戦の地に降り立ちました。いやー、しかし嬉しいね、この絵。僕結構視聴者の皆さんと同じ目線だから、これ嬉しい絵だよ今。なんかね、感極まるものがありますね。みんなでこうやって釣りしてる絵、ちょっともうちょっと撮っとこう。
これはいいわ。こういう日がまた来ました。ねえ、あと魚出て。はい。あ、本当っすか。もうすごいもんね、これね。全然ダメなんだこれね。このリスクベイトって名前がかっこいいよね。この時代においてリスクを取らないのがリスクっていう感じのキレのある毒効果ね、見せてやりたいと思います。マジ指痛いよね。もう指の皮めくれてきてるわ。もうマジ。あ、虹が出てる。結構降ってるっぽい。で、風こっちやし、全部こっち来るんちゃうのこれ。残り 1%。 なんか言うことない。言うこと、もう俺はダメだ。みんな俺のことは気にせず最近見てくれ。え？ボラがアタックしてきました。これチヌじゃん。この辺だってチヌだね。あ、そうだ、そうなんすか。あ、出た。出た、チヌ、チヌ。チヌ、チヌ。いやー。チヌ、チヌじゃない。そろそろ釣りに戻りませんか。すいません。いやー、でも竿曲がってしびれた。金糸を密着するはいつもまた気にしてよ、金ちゃん。おぉ、スローポイントいけ。無理でしょ、こんなの。木も涼しく感じるんだから。よっしゃー、よっしゃー、来た来た、やったぜ。ついに食った。フェニックスだ。フェニックス来た。フェニックス。フェニックスフィッシュ。うわあ。こっちだ。すげえ。マゴチだった。あ、すげえ。マゴチだよ。いや、今日チヌ釣り来たから。ちょっと待って待って。これノーカウントだ。ドラマフィッシュでしょ。でもめちゃくちゃいいとこかかってますね、ほら。すごい。本当にチヌコロクロウはマゴチがよう釣れる。確かにね。カヤマシも釣ってるしね。釣ってる。何本も釣ってるしかも。ちなみにどのようにして。あ、いいっすね。チヌコロクロウをボトム取って、竿でちょんちょんステイ、ちょんちょんステイ、これを繰り返していく。まあカニとかエビとかそんなイメージで。それすごい。なんかナチュラル系のカラーありますかって聞かれてあげたやつだ、それ。あ、そう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 、すごい。その選択水に馴染むいい色ないかな。なるほどね。赤とかそういうのもカラーだったね。あー、はい、みんな行きましょう。いやね、ありがとうね、最高でした。マジでありがとう。いや、本当にありがとう。ありがとうございました。いや、本当よ、本当本当、もうマジだよね、本当にありがとうですよ。太陽があの位置。いやー、ほんと今日はいきなりお電話差し上げて、最後の最後こうやってマゴチをみんなに見せてくれるっていう、ほんとスーパースターですよ。いやいや、一郎さんだってまだ時間ありますよ。いやー、もうね、次生まれ変わるんだったらスークになりたい。いや、さすがよね、ほんとね。相方だからとかじゃなくて、うん、マジでマジで釣るから。いやー、でもラッキーでしたね。ラッキーでした、本当に。目の前にまあかっこいいわ。いいところに魚がいてくれました。いい決めとかじゃないんだけど、うん、よかった、ラッキー。いやー、当たった、当たった、今クククククって。しかもね、スーちゃん連発するタイプだから。マジで、いや、マジ今ちょんちょん、これだけですよ、これだけ、ちょんちょん。え、マジで当たったから今やった方がいい、絶対やった方がいい。今夜は終わりませんね。Ciao.
ちゃう。